今回からちょっと2部構成にしたいと思ってます。第1部はじゃじゃんと HFC の人にいろいろ聞いてみよう、これからシリーズ化していこうかなということで、はい、今回は、HFC、事業本部ホームタウングループグループリーダー兼チケットショップ事業グループ部長欲用ね、うん、の三谷敦さんにいろいろ今こちらスタートバッていただいてますけどちょっとお話聞いて、で2部から曽田さんに入っていただくかと思っております。でですね、この1部と2部の間でお配りしたアンケートをちょっと回収しようかなと思いますので、その間にちょっと書いていっていただければと思います。あ、すいません、前の方から詰めてお願いいたします。まだアンケート受け取ってるところだからね。はい、はい、それではですね、早速第1部をいこうかなと思います。第1部、じゃじゃん、 HFC の人にいろいろ聞いてみよう、イエーイ。ちょっとご説明してもよろしいでしょうか。はい、なぜじゃあこういうのを一部にやるかっていうと、もともとのこのコンサドーレラボっていうイベントの目的の一つが、コンサドーレ札幌って、まあ、あってずっと札幌でやってるわけですけど、じゃあその運営の会社である HFC とかって何やってるんだろうっていうの意外と知らないんじゃないかな、まあ、僕も全然知らないんですけど、そういうのを、まあ、直接話していただいたり、あとなんか聞いてみたりとかできたら、なんかこう結構親しみもあるし、そうかチケットね、売るの手伝おうかみたい なんかそういうのにもなったりして、なんかもっとね、距離がね近いかなっていけばいいなっていうか、謎の営業集団とかだったら気持ち悪いから、なんかもっとこういう人がやってんだよ、こういう苦労があるんだよっていうのを知ってもらえたりしたらいいなっていうことで、今のところ社長と、そうですね、あと運営、試合運営 の選手の遠征に帯同したりとか、そういう方の話を今までは聞いてますね、はい、まして、なんで今回はその一環として、はい、その一環でお話は、はい、事業本部ホームタウングループグループリーダー兼チケットショップ事業グループ部長三谷敦さんです。こちらどうぞ。はい、こんばんは、三谷です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。事業本部ホームタウングループグループリーダー兼チケットショップ事業、グループ部長ということで、メーカーなどを経て平成15年に北海道フットボールクラブに入社なさっていると。で、営業などの業務を経て現在ホームタウングループの部長ということで、入社前は高知で昔コンサドーレの試合やホーム戦やってた時代があるんですが、その頃に叩きツアーする企画を一サポーターでやってらっしゃったというすげえ、プロフィールを聞いているんですが、はい、もともとサポーターでいらっしゃった。そうですね、皆さんと同じサポーターをしていました。96年からなんですが、実際に試合会場行ったのは97年だったと思うんですよね。はい、もう本当に最初からそうですね。なんか圧力が芝だったとか聞いてますか。あ、そうですそうです。マジですか。はい、映像でしか見たことないですか。で、ゴルラ芝でしたね。はい。めっちゃ知らない時代になるんです。あ、そうですか、うん。この中で皆さんその頃ご存知な方っていらっしゃいます。おお。もう世代だからもうちょっと前の方来てますね。ちょっとね、席が後ろの方にばらけてる感がちょっとあるんでね。はい、大学生のような挙動を示されてますけど。で、その97年から、はい、まあ、試合見に行くようになって、入社当初の平成15年ということは2000、3年くらいですかね。私ももう何年が何年かよく分かんないですけど、当時は、まあ、何年か前に HFC さん、ね、求人出されて普通に応募もありました。去年ぐらいですかね。去年か一昨年ぐらいに1回ありました、ね。はい、ありましたよね、うん、でもこの頃そういうのなかったですよね。ないですね、うん、どういったきっかけで入社の経緯というかね、どう、はい、どうやったら入れるんですか。いや、たまたまです。たまたま、はい、本当たまたまで、まあ、当時最初からですねコンサドーレ経営不振に陥って早い早い早いな、はい、97年に
第1回目あったね。そうですね、あの、はい、上がるためにそう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 、えらい大赤字になって債務上限になったりとか、ショートしたりとか、いろいろ上がったんですけども、まあ、そういうことをいろいろ、これこのままだとまずいよねっていうところ、仲間内でずっと話をしてまして、でお金ないクラブ存続するためにどうしたらいいんだろうとかってみんなで考えてて、まあ、なぜ考えてたかというと、皆さんも同じだと思うんですが、あの、自分たちの楽しみがなくなるのが一番怖いですよね。そうですね、それがあったので、逆に存続をさせるためにはどうしたらいいかとか、いろいろ勝手なことをサポーターの仲間で考えていたのがその頃だったよね。で、当時その入る前ですか、5段階計画、皆さんご存知か、ありましたね。あそこでですね、思い切ったことを会社が、打ち出したんですけども、まずすごいショッキングな、なんていうでしょう、その5段階計画の冊子を見るとですね、今でもあるかな、ご存知ですかね、ご存知ですかね、5段階計画っていうの、今でも生きてますよ。なんか聞いたことは、はい、聞いたことは、実はよく分かってないって方いらっしゃいますか。ああ、一応なんか話を進める上で、はい、そうですね、そうですね、大体ですけど、はい、あの、まあ、要は今まで金使いすぎて、なんかこうどっかからいい選手やったら取ってきて、とりあえず J1 になんとかしがみついてなんとかなるわっつって金使ってきたらひどいことになったんで、あの、もう自前でちゃんと選手育てながら、ちょっとずつ勝っていけるサッカーができるようになり、人気も出て、あの J1 に行ってなんとか最初は残留目標にしながら定着をして世界へみたいなやつですよね。そうですね。で、それが延々と続くという、そう、あの、話なんですけども、そういうのに舵を切ったのがちょうど2003年ぐらいなんですね。はいはい、です、あの、2002年に落ちて、そうです、そうです。で、3年に、まあでももう一回昇格すれば大丈夫だろうっつって、結構奥レベルの話になっちゃったんですよね。はいはいはい、なんかむちゃくちゃな補強をして、まあ、こけて、ね、あの、現松本の反町監督には札幌はギャンブルだみたいなこと言われて、まあ絶対に許さないんですけどそういうことがあったりしたので、はい、なんかさすがにこれはもう持たんというよりはもうなくなるぞみたいなことに対する長期的な計画を立てようって出てきたのが5段階計画、はい、あの、今でもホームページありますんで、時間見つけた時にちょっと、あの、うちのコンサドーレのですね、ホームページを見て、経営のところに確かまだあるはずです。確かまだあります、はい、最近確認してないと私もすいません、はい、その後なんか、そうです、そこの1ページ目にですね、書いてあったのが、生産か存続かという、そこから入ってたんですね。生産って会社、そうです、そうです、これは株式会社なので当たり前のことなんです。生産ですよね。そこから入っている5段階だったんですよ。はい、で、そこ、それほどひどかったというか、当時、で悩んでたところがあったので、まあ、あの、一サポーターもその辺、感じていろいろこうどうしたらいいだろうねというところで、金ないんだから自分たちのクラブなんで、なんとか自分たちでしようっていうような思いが結構当時のサポーターの方々はあったんじゃないですかね。はい、その頃ですね。そうです、そうです、まさしく、はい、で、そこで、いろんなことを提言を好き勝手なことを言ってですね、クラブに当時いろいろ言ったりとか、あとはスポンサーを連れて行ったりとか、いうの、いろんな、まあ、お金ないところだったんで、そういうことをしていって、このままじゃまずいよっていう話になって、じゃあ中入ってやってみるっていう当時の方々がいらっしゃったんで、じゃあそうしましょうかと、そういうところがきっかけだったですね。まあ、でも、あの、好きな、ね、コンサドーレに入るって考えればあれですけど、普通からもう、はい、要は潰れかけた会社にそう、ね、来ないかって言われたってことですか。まあ、そうですね。その時どういう気分だったんですか。1ページ目に生産か死かって書いてあるわけですからね。そうですね、どっちに行っても地獄みたいな、まあ、あの、なんて言うんでしょうね、なくしたくないっていうところの思いがあったし、やっぱり仲間が結構好きだった
ったんですね。今でもだったって過去形で怒られちゃいますけども。ちょっと寂しいですね。はい、今もいろんな支えてくれる方々が、仲間がいるんですけども、その方々とワイワイやってるのが非常に楽しくてですね、でそれがなくなっちゃったら困るよねっていう、先ほど申し上げた通り、そこだけだったですね、当時は。それでも助けるじゃないですけど、何かできないかって言って、はい、お入りになられる、そうですね、はい、なかなかできない、まあね、なかなかできないというか、普通チャーター機って、ね、取れないよね。ああ、ね、サポーターにチャーター機で、あとさっきさらっと言ってましたけど、スポンサー連れていけないですよね。確かに。その辺がちょっとこう、すげえなっていう。たまたまだったんですけども、このチャーター機の、たまたまチャーター機。はい。実はこれ何年でしたっけ ?2002 年。2001年とかじゃないですか。そう。ウィルが、あ、そうだ。柏に買った時のやつじゃないですかね。1年の時に、勝ったのは嬉しかったんですけど、柏サポーターがホームなのに早く着いてたんですよね、当時。あ、直行便がなかったので、はい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 、経由していかなきゃなんないんで、ホームなのにホームのサポーターが後からギリギリ駆けつけたという。こう なんとかなんとかしてるっていう。はい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 、はい、ですから全泊しないとダメだったんですね。四国は。柏はそのまま来れますから。そうですね。難なくそのまま入っていったんですけども、ね、おかしくねえかと。おかしい、ね。ホームなのに、なんでホームのサポーターがギリギリになって駆けつけて。札幌ホームのコーチ。はいはい。っていう話に仲間内でなって。じゃあどうすりゃいいんだっていう話になって、で来年もありそうだぞと、ああ2002年のその屈辱があったわけですね。はいはいはい。でじゃあ早く行くためにはどうしたらいいってみんなでこう考えた時に、飛行機で行ったらいいんじゃねっていう話になって、ちょっとはいはいはい、で路線なんで前日休もうになんないんだろう、ね、それはやっぱり皆さんね、働いてらっしゃるんで、あ直接行った方がいいなと。直接行くためには、さすがに、ね、新しい路線が来年できてくれるなんてことはないので、うん、はい、このような、そうです。パワフルな手段に、はい、すごいな。で、これもまあ人で、その頃はちょうどサポーターで、何度もアウェイ行ってたので、安いツアーですか、を探してたんですけども、はい、そこで知り合った、旅行代理店の方が、チャーター機っていう手があるよっていう話を、チャーター機っていう手があるよ、はい、言われたので、そこで、あ、じゃあそれしようと、それしよう、はい、チャーターってね、という話だったんですね。いや、なんかね、今考えたらとんでもない話なんですけど、主によくわからない国に行くときに使うやつですよ。はいはいはい。で今は国交省で簡単にチャーター機飛ぶらしいんですけど、あ、そうなんですか。当時はですね、まず運輸省だったのかな、運輸省の時代だったので、話がでかくなっちゃった、はい、でそこで路線引かないと、だいぶ前にちゃんと決め線引かないと、飛ばしてくれない時代だったらしいんですよ。でそこの旅行会社の人が、最初に、あ、じゃあ線だけは引きましょう、線だけは引きましょう言ったな、申請しましょうと。あ、そんなんでいいんですか。なんかそうらしい、よくわかんないですけどね。すごい。あそこは代理店の方がやってくれる。そうです。ただその代理店は、すごい小さな代理店さんだったんで、うちじゃ手に負えませんと。手に負え、あ、つから大手をつけて、要は旅行を主催っていうんですかね、はいはい、の会社をどっかつけてくださいという話になって、当時スポンサーさんであった、旅行代理店さんを、に声をかけましてですね、って言ったら、声をかけたらやっぱりそのところもまだ当時チャーターをしたことがないと、いう話になりました、はい、まあでもやってみようと、いや、とりあえずやってみようと、はい、集めるからと、参加する人は、で何のあれもなく、確信っていうか、やれるかどうかも、でも分からず、分かんないけど、いくらかかるのかも分からず、そうですよね、はい、引き受けてくれませんかっていう話をしたら、その人もなんか面白い人で、あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、はい、じゃあやってみましょうか、チャーター飛ばしますよと、うん、うちの会社もやったことないしみたいな、ちょっとやってみるわみたいな、はい、いうようなところがあってですね、すごい時代だ。で当時もう一つ話をすると、2機予備機を必要とするらしかったんですよ。ああ、なんかその飛ばすぞって
それこそ準備した機会がダメだった時に、った時もう一機を確保していかなきゃダメだと、言われてみればそうですよね、うん、今そんなことないと思うんですけどね、うんうん、で当時そうだったの で実はその時2機用意っていうかチャーター飛ばそうと思ってたんです。でなぜかというとジャンボが飛べなかったんですね、高知空港って滑走路が短くて、ああはいはい、高知空港か、はい、はいはい、があったので、じゃあちっちゃいの2機だね、ちっちゃいの2機だねっていうことは予備機含めて4機おかしいという話をすると、試算していただいたら莫大な費用がかかることが発生する、すごいかかりそう、はい、でも皆さんあれですよね、例えば8万で行きますかって言ったらいけないですよね、8万台で往復でも、はい、やっぱりそのくらいのあれだったんで、じゃあ半分くらいの値段でだったら行くんじゃない、みんな、経由考えた4万、当時確か4万弱くらいだった、ちょっと忘れましたけど、金額じゃないと多分サポーターの方集まんないよと、出ないよと、はい、なるほどなるほど、いう話になって、じゃあ半分足んねえじゃんと参加者、そうです、参加者とかが、はい、半分どうするって話になった時に、じゃあスポンサーつけようかと、スポンサー、はい、応援しに行くのにスポンサープロじゃないですか完全に、そうで、スポンサーをただ集めたとしても何の見返りもないのでスポンサーにならないですね、そうですね、はい、でそこでいろいろ話をして、これも人の縁なんですけども、ある会社の、まあ、今もありますけれども、北仙さんが、はい、乗ってくれたんですね、で乗ってくれて、じゃあうちの見返りは何、まあ平たく言うと、まあそれはそうですね、いや分かりました、じゃあカード作りません、全員カードにねサポーターズカードっていうのを作ったのがそれがこれの、あ、それがきっかけなんですか、そうなんです、すげえ、で、それをですね、作って、当時ですから北仙さんの予算、その稟議をその方も上げて会社でくれたんですけども、一千数百万って聞きましたんで、でももちろん我々だけのスポンサーだと何て言うんでしょう、ちょっと問題があるので、コンサドーレにもついてくださいよと、じゃあコンサドーレの分も含めて一千数百万くらいかなって言って、稟議上げて、なぜか通っちゃったんです、なぜか通っちゃったんです、はい見えざる力がね、通って、だから半分補助いただいて、スポンサードいただいて、でそうなるとカードを集めなきゃダメじゃないですか、会員さん、やっぱもう、まあ、強制入会ですよそんなの、はい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 、ということで、必死になってみんなで集めた、みんなで初代会員になって、はい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 今の松プロみたいなもんですね、そうですね、はい、すごい、いうのが、この時の、はい、北仙さんの話はすごいですね、今すごいの出ましたね最後ね、何がすごいって、本当にチケットとかの売るの時の苦労の話したかったのに、もうこれだけで20分使ってしまって、そうなんです、ちょっと話すっ飛ばしちゃうんですけど、これですごい盛り上がっちゃったらすっ飛ばすんですけど、三谷さん今やられてるお仕事の、はいはい、っていうのちょっと多分皆さん分からないと思うんで、はい、どういうことなさってらっしゃるんですか、メインがですね、ホームタウングループというところなんで、うん、まあ、ホームタウン、皆さんJリーグのか、を知ってる方だったら分かると思うんですね、ホームタウン、まあ、平たく言うと、地域連携だったりとか社会貢献だったりで、一般企業であるというところの CSR、まあ、ここまで言わないと普通の方々に分かってもらえないんですよ、ホームタウンって何って、でこの前あるテレビの番組を見てガテン行ったんですけども、ガテンが、はい、ホームタウン訳すとふるさとらしいんですよ、お、で、ああなるほどねと、ふるさと、はい、ですから北海道が好き、アイデンティティを持っているというところを共感していただける方々に対して働きかけて、うん、まあ、我々も地域還元しますよということで、まあ、具体的に言うと今だと町内会の方々だったりとか、うん、あと行政さんのそういう窓口のところだったりとか、うん、あとはコンサドーレラボの皆さんだったりとか、はい、お世話になります、いうところで、まあ、なんていうんでしょう、橋渡しというか、なんか地域連携、そうですね、なんか町のイベントにどれ、はいはい、
が、行ったりとかですね、そういうところの部署で、アサインしたり調整したり、はい、そうですね、はい、あの厚別のこの前の前のあれですか、そうですね、であのコンサドーレ のフラッグがずっとあそこの厚別行くところにあってたんですね、去年ね、あれもまあ言ってみればその一つというか、地域の方々が、あコンサドーレ あそこ慣れ親しんでるとこなんで、みんなに喜んでもらえればそれでいいよって言ってやっていただいてるっていうのがあれなんですね。あの町内会とかがあって、でもうちょっと地域センターでしたっけ、なんかそうですね、まちづくりセンターっていうところがあって、まあはい、でそういうところとこう連携をして、なんか連携してやれないかみたいなのをされてるっていう、はい、そういう解釈でよろしいですか。そうですね、なんであのだから直接お金を生むというよりも、コンサドーレを社会に、まあ、布教というか、はい、応援してもらうというか、そうですね、歓迎する、それで親しみ感じてもらうっていうようなところの、はい、こうもう部署です。あとでこう個人的に名刺とか渡してね、はい、私の夏祭りにもドーレ君頼むよみたいな、そういう話をされてもいいんじゃないでしょうか。はいはい、実はあそこにいらっしゃるんですけども、去年あのそういう縁で、素晴らしい、はい、めちゃめちゃ肩怒ってますからね。あれは本当に素晴らしい。めっちゃ怒りそんな怒り方だった。あのちなみにドーレ君もうちの所属です。そのホームタウングループ。ドーレ君この部署なの、はい、肩書きがつく。すごい。だって俺会社で担当だよかなの。いいな、ドーレ君。ホームタウングループですね。マジですか。はい、ホームタウングループ、まあ、平社員的な感じですか、ドーレ君。もうマスコット象徴ですからね。はい。本人はどう思ってるか分かんないですよ。はい。はい、県っていうことで、ええ、あのやっぱりあのどうしてもね、経営があれっていう話がよく出てくるんで、ええ、チケットショップ事業グループっていうところ皆さん気になると思うんですけど、はい、やや時間は短くはなりますけど、ええ、どんなようなメインでチケットショップ、はい、これのみんな兼務でいろいろやって、いかないとコンサドーレちょっとなかなか回っていかないので、こういう形でついてるんですけども、チケットショップの方につきましては、あのまあ、チケットを売るところ、はいはい、あの企画するところだったりとか、それとショップってついてるんですけど、ショップはもう今宮野さんできましたけれども、事務所のところに、はい、ああいう、はい、グッズの方の関係もですね、というグループがもう一つ事業グループの中でありまして、そちらの方をメインでやっている人間もいると。そのまあチケットのまあ売るアイデアだったりとかっていうのも、はいはい、あの佐藤さんチケットとか、ああそうです、そうです、あの辺のグループが、メインでやってるグループが今そこにの兼に兼務しているっていうか、はい、なるんですね、はい、ですからメインが上の方なんですけども、私の兼務はそのチケットの方のされてる、チケットも売れようと、はい、売れるところですね、はい、ちょっとこう聞いておきたいことみたいなのはいくつかあってですね、はい、あの最近あの去年から、今どれだけ売れてますみたいな、はいはいはい、目標があって、まあ、目標についてはやっぱり会社で持ってたり数字あるんですけど、はい、あのポンって跳ね上がったりあんまり見なかったりするじゃないですか、はい、あれについて何かあのこういう時は伸びるけどこういう時はきついなとかそういうのってあったりするんですか。そうですね、これ、傾向なんですけれども、ここ最近の傾向なんですけども、数日前からいきなり上がってきちゃうんですね。大体5800みたいな発表があって、はいはい、なんか動きがねえなっつったら、まあ、前日の例えば勤労ぐらいでギュッと、うん、そうです、前日前々日あたりからですかね、少しずつ上がってきて、前日当日の伸びっていうのが実はすごいんですよ。でまあ、昔だと携帯もない時代でしたんで、予定を皆さんしっかり立ててるじゃないですか、で、いついつっていう、まあ、仕事もプライベートもそうだと思うんですけども、お約束をしてなんかどっか行こうぜとか、はいはい、計画立ててそこから準備をするっていうのが普通今までの社会ですね、今はもうネットで簡単にできるような時代になって、買ったりとかですね、はいはいはい、調べたりとか、でまあ、そういうこともあってかと思うんですけども、前日前々日じゃないと実際に行動を起こさない、そこまであの選択肢を保留するんでしょうね。そうでしょうね、なんか今日これが楽しそうとか、はい、晴れたから行こうとか、絶対行くはずなのに、ギリギリまでなんか嫌ですね、そういう人、はい、あのいや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 、あの別にサッカー見に行く人は素晴らしいんですけど、たまにいるじゃないですか、いや予定どうなるか分かんねえなみたいなこと言って、まあ、このサッカーに限るみたいな、はい、そ
そういう人のこと、そういう人、はい、サッカー来る人は、ね、素晴らしい神以上の存在、はい、うん、いうところがあるので、その伸びでその数字がですねドーンと上がっちゃったりとか、あと例えば雪降っちゃったりとかすると、はいはい、なんか見込んでたより全然あれだとか、うん、そうですね、天候に左右されたりっていうところが あると。昔はもう雨が降ろうが警報が出ようが、昔厚別1万切らない時にはもう確実に皆さん来てたじゃないですか。なんだかだと買っちゃってるでしょうしね。そうですそうですそうです。それが今では買うのがもう、そうですね、選択肢が、たくさんできてるっていうところもあると思う。ただ当日券もすごいですよ、伸びが年々。そうなるとなんかあの大行列とか見てると心苦しいところあったりするけど、でもあそこそんなに広げられないですもんね。そうですね、あの広げるイコール経費かかるってことになるんで、はい、ね、そうなるとね、みんなでボランティアしようぜっていう、そういう話になってくるので。 ありがとうございます。あの手付けですよ、ですよ、皆さんね、お金がないから人を出そうみたいな、ね、あ、いえいえ、それはチケット、はい、あの当日券と前売りと、はい、的にはどちらの方が嬉しいんですか。読みがやっぱり、ありますよ、できるので、実際には、前売りで早くから買っていただいて、もっと言うと、シーズンシートも買っていただいて、そりゃそうですね、はいはいはい、のがありがたいですシーズンシートね、買ってたらいいんですってあら、えあれですよ、あのユダがいますよ、ここにあら、すいません、あ、いい、貼り付け心の上で、ね、縛り感、あとでお話ししましょう、ちょっとね、お年に近い先生がありますよ、はいはい、あの宗教ですから、そうですね、あ、私がそう言ったらね、布教活動ですから、まあ、あのそうおっしゃってるんで、我々がよく教育しております、あ、はい、お願いします、はい、よかった、少なくともここまでは話しないといけなかった、もう存外ね、チャーターがすごすぎてというか、僕が聞きたすぎてねえ、なんかすごい そっか、そのまた理由がね、なんか俺らのホームなのに、あのコーチだけど行ったら関東から来てる柏のやつの方が先に来てるじゃねえか、ムカつくわ、よし来年はチャーター飛ばそうっていう発想がすごいですねやったはいいけど負けちゃいましたけどね、え2002年その2002年か、チャーターの時は、はい、2年の時はそうです、1年の時は1年が勝ったんですよ、ウィルがポストしてバンドが決めるみたいなのがありましたね、そうです、覚えてるよね、いや僕はあのヨドバシカメラの2階のテレビ全部それにして勝手に見てたんですよ、できたばっかでしたね、今のヨドバシ、なるほどな、その時はそうですね、そしてそのままあの店を後にしてずっとサッカーの中継やってる、素晴らしい、だから皆さんと結構お世話になって縁、人の縁だったんで、高知のその例えば観光連盟の方々だったりとか、観光連盟、当時やっぱり皆さんいろいろ全国にコンサドーレのサポーターいらっしゃったんで、この時も逆にその何て言うんでしょうね、高知は高知でいろいろ盛り上げてくれてて、あ、四国もいらっしゃいますね、そうですそうです、うん、高橋大二郎当時の知事を知事、講演会の名誉会長にしちゃったりとか、高知だよ、はい、高知で、いうようなことを結構向こうでもしてくれてたので、はい、すごい、ですからあのチャーターで行ったら、あの横断幕歓迎みたいなのをしてくれてだからその日の、まあ、負けたんですけども夜は、夜は、高知の観光連盟の方々とあのみんなで行った連中と、もうでかい会場でドンちゃん騒ぎで、あ、はい、遠征の醍醐味ですね、はい、そうです、いや、それないとね、やっぱりね、やってらんないですよ、ね、はい、こんなこと言っちゃダメなんだ、いやいやいや、まあね、あのやっぱり札幌ビール飲んでね、そうですね、試合の後はそうやってみんなで騒ぐっていうのがやっぱり一番悔しい思いをね、忘れることのできる、あ、いや、楽しいことは、そうそう、あの膨らむし、切り替えですね、辛いことは小さくなるし、うん、いいと思います、はい、みんなで飲もう札幌ビール、そうね、いやー、よくまとまったな、これ大体15分じゃないですか、そうですね、大体15分じゃないですか、わかんね、進行でしょ、だって勝手に締めちゃうと思う、いや、いいよ、はい、俺的にいい締めだったと思いますよ、はい、皆さん札幌ビール飲みましょうということで、はい、よろしくお願いします、飛行機チャーターしてアウェイ行って最後はあの知事の講演を受けながら札幌ビール飲んで、まあ試合はいいじゃないかと。そういうそうそう、切り替え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 です、はい、切り替え切り替えです、はい、そこでした、そんな感じでした、はい、私あのチケットについて僕思ったんですけど、あの、まあ、前日とか当日ギリギリとかで買う人が多いってことは、はい、あのよくあの今 SNS でありますよね、あれでなんかこう、こんな企画やってるんだ、みんな行ったらいいんじゃないかなってしらじらしく多分みんな投稿とかしてると思うんですよ、なんか札幌のニュースとか、あれもあの
多分火曜とか水曜とかじゃなくても金曜に集中していくとか土曜に集中してやるとかある程度こう意外とやってみたら、はい、じゃあ買うかみたいになるかもわかんないですね。まあどうなるかわかんないですけど、ちょっとみんなでもっとあのステルスじゃないもっと露骨なマーケティングをして、はい、みんなで美味しいお酒が飲めるように頑張っていきたいなと思いました。はい、一つだけ言わせていただきます。はい、皆さんにお配りいたしましたご存知の松山プロジェクト、これはですね今日受け付けます。で、はてはてですね、ステッカーの方もご用意いたしておりますのでもしお心づけ、はい、ずっとお心づけで構いませんのでありましたら最後の会議最後の方でですねいただければ。で、あと今日ちょっと手持ちがないなという方々がいらっしゃっても、試合会場で私待ってますんでクラブコンサドーレの方でもお待ちしておりますのでぜひお越しください。こんなにお金くれって言ってるのに。いやそんなことないでしょ。現金に直結するすごい素晴らしいあれだと思います。あ、はい、もう一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいはい、今日皆さん、1000円から1000円から、はい、1000円から、はい、はい、皆さん1000円以上でもいいんですよ。別に1000円ポッキリじゃなくてもいいですから、はい、からですから。そうです、1000円からよろしくお願いいたします。はいはい、1000円刻みで1枚お渡しいたします。はい、というわけで、まず第1話三谷敦さんでした。どうも、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、今アンケートをじゃ回収したいなと思います。こんな名札つけてるスタッフがちょっと回りますので、そのものにアンケート用紙を渡してください。はい、いや押してしまうもんですね。いやまさかチャーター機にそんな裏があるとはと思ってて、県知事まで動かして夜はどんちゃん騒ぎで締めってね、素晴らしいですよね本当に。ね、仕事人ナイトもあるんでね、月曜は仕事人ナイト来ていただいたら、これが予想するに多分結構な高確率でビール当たるんじゃないかなと見てます、と見てます。650円のビール、なんかプラスチックに入るようになってね、あれがね当たるんだったら1500円は惜しくないと言えるんで、皆さんも職場の友達を誘ってぜひ来ていただければと思います。まあ、僕はね、まだ入って日が浅い会社にいるんで、あんま友達いないんで、ちょっとあんまり力に合わない。昼飯いつも一人だ。暗い話になっちゃったね。なんかこの界隈に勤めてらっしゃるんでらしいんで、職場近い方もお昼誘ってあげてください。よろしくお願いします。はい、アンケート回収どうでしょう。あ、こちらの方に。すみません、こちらの方いらっしゃるんで取りに行ってあげてください。皆さん静かにしてなくていいんですよ。これ本当に、うん、こんななんかどん底な雰囲気とかまあ辛いんで、ね、いやチャーター機すごいねとかなんか隣の人とね、しらじらしく話したガヤが入るぐらいがいいんですから。すごいな。普通に始めてるんですか。そうですね、始めちゃってよろしいですか。よろしいですか。なんかすんごい喋りたそうだったから僕はただ沈黙が怖いだけなんですよ。俺は泳がすよ。ダメです。はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあまず、べし、おい、OK、ちょっと、はい、第2部いきます。検証、ソダユシ伝説。ソダユシ伝説。ソダさんにいろいろ聞いてみよう。今の動画内でもなんか検証くらいで、ごめんねみたいな、ごめんね、そこかよみたいな。はい、絶対叫ぶのここのはなんか面白い本当の方ですよね。ここの曽田さんにいろいろ聞いてみよう。だってこんな感じじゃないですか。まあとにかくそういう回です。メインですね。ではお呼びしたいとか進行の方お願いします。はい、それじゃあお呼びしたいと思います。一般社団法人 A バンク北海道代表理事 A プロジェクトジャパン代表コンサドーレ札幌アドバイザリースタッフ、曽田祐志さんです。こちらどうぞ。あ、みんな意外と立たないんですか。スタンディング的な。そうです。
します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。あ、すごい私事であれなんですけど、僕もうめちゃめちゃ緊張してるんで、もうあとはもう本当皆さんで和気あいあいとやっていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずちょっとプロフィールの方、まあ皆さん知ってるかと思うんですけど、簡単に、まず1978年札幌生まれで、小学4年生の時に森時代西小学校でサッカー始められた。はいはい。何してんの何してんの。せっかく。はい、その後南高、札幌南高を卒業後、筑波大学に一般入試で合格ということで、その後、コンサドーレ札幌に入団。当初はフォワード、後にディフェンダーとして活躍、ミスター札幌、ミスターコンサドーレと親しまれた選手でございます。現役引退後はアドバイザリースタッフに就任、その他にも、まあ、円プロジェクトですとか、A バンク等々、いろいろ本当に幅広く活動されているという。今ちょっと端折ってご紹介しましたけども、この後ですね、僕らでちょっといろいろ曽田さんにまつわる噂というか、逸話伝説あれ本当っていう話をちょっとどんどん聞いていこうかなと思って、どんどん聞いててね、本当だよ嘘だよだけで終わられたら結構困るので、それにまつわるいろんなことを聞ければと思うんですけど、はい、というわけでもう早速いっちゃおうかなと思って、じゃあいきますよ。ビシッ検証。じゃじゃん。そうです、幼稚園で飛び箱13段を飛ぶ。おっていうリズムでお願いします、はい、こんな感じでいきます。だって幼稚園で飛び箱13段なのにおーとかないの。ビビるわ。13段ってあれですよね、結構すごいですよね。と思いますよ。ですよね、と思いますよ。今でも俺13段飛べるかどうか分かんない。13段って結構えげつないです。子供が、ちょっとアレルギーです、まだね、子供が今僕4年生なんですけど、彼が幼稚園の時に体操教室に行ってたんですよね、お子さんが自分で、はいはいはい、で飛び箱のなんか会があって、うん、で結構あの子飛ぶじゃんとかって言ってるの見たら、その子でなんか6段ぐらいだったんですよ。ですよね。自分の息子はなんか5段とかで手こずってたんで、何やってんのかなと思ってこれが神の視点か。で当時はなんか幼稚園の時につなげて、あんまり高くなりすぎたからなんかガムテープで止めてやってましたね。しかもロイター版じゃなくて単なるなんか板みたいなやつだったから、バヨンバヨン出しだったし、バヨンバヨンなんないやつありますよね。それで飛んでた。飛びましたね。なんかあのね、13段のやつ幼稚園置いとくなよという話ですけどね、そもそもまで本当なんですね。本当です。すげえ。あの僕なんかあのちょっとインターネットに、まあ、不法にアップロードされたとおぼしき、あの北海道の番組か何かで、あの幼稚園の先生というほぼさんですかね、はい、があのいやなんか飛んでましたねみたいなことをおっしゃってる動画を僕が持ってると思って昨日渡そうと思ったんですけど、ちょっと消しちゃってたみたいで、ここがあったらここにね、その語ってるやつがあって、いや懐かしいなみたいな展開になるかと思ったら、すいません、なりませんでした申し訳なかったです。自分の背よりはね、もちろん高かったしね。ですよね。で自分の背より高い飛び箱って飛べるんですか、人間が。いや、幼稚園にね、うん、すごいな。あとその幼稚園は結構運動が盛んで、運動が盛んな幼稚園って、はい、もみじだよ。なんか大藤学園という学園なんですけど、で、僕なん36だからもう30年ぐらい経つってことですよね、30年はまだ一応破られてないみたいな、ね、未来なんすかね、このパッと聞いた時の未来永劫感がこの先も破られることないよね。あのまさに空前絶後ってやつですよ、それおそらく。あと小学校もその後の、地元の運動がなんか割と盛んで、また盛んなんですね。ですごいな。2週間に1回かな、あの違うかな、マラソン大会と、1ヶ月に1回かマラソン大会 と、はい、あの縄跳び大会がなんか交互にあったんです。すごいですね。それも1年から6年まで全部タグ1位だったという。おお、物が違う。なるほど。もう縄跳びとね、あとそうマラソンと、もうこの頃からもう見えてたところはあったんだ。これでもギネスとかにね登録してくれてくれば幼稚園のギネスって何だったの、まあ、幼稚園で撮ってるかどうか分かんないですけど ね確かにでもなんか撮れそうな気もするけど、やばいな。大人になってから飛んだことないんで、25段ぐらいは
くんじゃないかな。あんまり大人って芸能人なんたら大会以外で飛ばないですよ ね、 すねなんか先輩の小倉さんっていうね選手が、小木さんが出た時に、なんかああいうのに出たいなと思った時ありましたけどね、奥さんも筋肉番付みたいな。ああ、ね、そうそれだそれだ、あれに奥さん出て、なんか奥さんはどう、いや僕は奥さんって有名じゃなかったから出なかっただけなんですけどじゃあこれは本当だったじゃん。ガチンコすぎる上に、いやまあでも小学校でもすごかったよっていう記録がつきましたね。いやありがとうございます。はい、じゃあポンポンいきます。次。お。デデン。デデン。タイミングがね。そう。昨日テストしたんですよ。あれ？どうしたの？どうしたの？オッケー。はい。決勝。はい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 、南高進学サッカー名門校じゃないのになぜ？これちょっと調べたんですけど。南高ってスポーツは確かにバスケットボールは、国体2回優勝。そうなの、で野球は、なんか戦前の頃から含めたら夏の甲子園3回取ってたりとか。戦前の頃含めて、すごい、まあ、野球バスケは強くて、であとクイズ研究会が19回31回ベスト4とかベスト8とか優勝したこともあるんだ。すごい。でもサッカーのことは全然出てこないんですよ南高って。ですんごい調べたら、曽田さん以外にサッカー関係者って76年って僕が生まれた時の76年に協会の専務理事になさってた方が協会のサルみたいで、小学校、中学校ってサッカーやられてた？やってました、小学校の少年団と普通に、中学校、地元、中学校の部活と。で、なぜ？いや、小学校は、なんか剣道の先生だったな、顧問の人が、なんかサッカーがまだ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 の時だったので、作ってくれたんですね、少年団を。それで4年生の時に入って、で友達も入るっていうかやってただけなんですけど、でも全道大会に1回だけ出れたんですよ。すげえ、すげえ。でも全国大会とかもちろん行ったことなくて、で中学校に行ったらなんかしごかれだけしごかれるみたいな。あ、結構きつい部活だったの。はい、蹴られたりとかしながら。蹴られたりとか。で、タイヤ引きをね、必ず何往復もやるとか、外走れとか水飲むなみたいな。だから全然サッカーなんかほとんど教わらなかったんですよね。だから全然すごく、選手としてまずすごくなかった。札幌選抜ぐらいで。おお、それでも、さらっと出てきた。選抜されないですよ。いやいや、だけど、後々プロってことを考えると、まあそうですけど、もう恥ずかしくて言えない。キャリア、あと大学のね、もし話してる時にもあるかもしれない、もう恥ずかしくて言えないようなキャリアだったんで、だから、なんで行ったんだろうね、分かんないけど、行ったのは本当なんですよ、一応、卒業したのも本当なんですけど、中学校の3年生の時に、じゃ高校を進学するって考えた時に、まず勉強をなんでしてるか意味が分からなかったんですよ、学校で、例えば小学校も勉強したと。中学校も勉強したけど、これ高校行っても多分同じような感じでちょっと難しくなって量が増えるみたいな。で親から勉強しててよかったってあんま聞いたことなかったですし、例えば漢字を覚えたからとか、あの時の算数の公式を覚えたから人生豊かになったって聞いたことないじゃないですか。もう目標が高い。だから何のために勉強してるのかって分かんないんじゃないですか。分かります？小学校とか中学校で。なかなか思春期にはちょっと分からない。だから何のためにそれ分かんないことをやろうね、頑張って受験までして高校行って勉強する意味って何なのかなと思ったんですよね。で、行かなくていいんじゃんみたいな。高校自体を。高校自体。はい。その時に小学校の時のサッカー少年団の先生が、親もお世話になってて、で電話来て、なんかお前母さんから聞いたけど、お前変なこと考えてんの？変なことは考えてないですけどみたいな。だからその先生の息子さんが南高に行ってたんで、お前ちょっとチケットやるから学校祭行ってこいって言われて、チケット2枚もらって友達と。学校祭、高校の。で、中学校3年生のかな、じゃあ2年生の時ですかね、秋なんで。はい、で行ってみたんですよ。ただ南高ってその頭がいいっていうイメージと私服っていうのは知ってたんですけど、それ以外全然知らなくて、はい、で行ってみたらなんか大学行ったことなかったんですけど、大学みたいな感じなのかなっていう感じがして、ですっごい楽しそうだったんですよ。だから、勉強する意味は分からないけど、ここに行ったら次の3年間が楽しい経験ができるかもしれないと思って、ランクも一応ギリギリあったから、それで受験してみようと思って、それで
受けただけなんで、サッカーのことは何も頭にいなくて、全然な関係なく言ってるんです、はい、そもそも J リーグが中3の時にできて、ええ、だけど、うん、絶対無理だと思ってましたし、ずっとだから、慣れとかならないとかって問題じゃなかったから、ええ、だけど、まあ、ベルディの武田さんだけは勝てそうだなって、ね、仲間内で言ってたんですけど、まあ、それが後々ね、ね、実はポジショニングがすごいとかっていうか分かってくるんですけど、ええ、まあ、当時は武田には勝てんじゃんとかって言ってて、もうそれぐらいで。絶句するしかない。なるほど。じゃあこのサッカー名門校じゃないのになぜっていうのは、そもそもサッカーのことそんなに考えてなかった。考えてなかった。はい。なるほど。で、あの南高がこう楽しそうだと。そういうところが。なんか私立の高校からは一応その時も札幌選抜ぐらいに入ってたから、あの声はちょっとかけてもらった中学校の3年生、はい。うちでサッカーせんかと。そうそう。なるほど。だけど例えば室蘭大とか第一高校とか行ってたら、多分なんかやめてたと思います。あ、根性が全然最初なくて。楽しく友達でやりたかっただけなんで、うんうんうん、そういう事情があったんですね。社長、次行きましょうか。これなんかね、あんまり出てこないんですよ。でも入ってもずっとビリばっかりでしたね、成績は。あ、その高校で、はい、45人中43位とか43位つらいで、学年も全部出るんで440ないとか、そんなのずっとばっかりで。僕自慢じゃないですけど、360人中358番欠席2人っていうのやったことあります。まあさすがにちょっと本当に泣きましたね。58で2人いんじゃんと思ったら欠席だったっていう。はい、じゃあ次いきます。ビシッ。あ、検証。粗大寺進路相談で太ももを見せ、これで食っていくと発言。人です。すいません、先に謝らせてください。これなんかで見た覚えがあるっていうだけで、もしかしたら僕の中にある幻かもしれないです。これはいつの高校かな、高校かなんかというふうに聞いて、今の時に聞いたような、なんかネットでなんか見たって、もしかしたら僕がそうであってほしいっていう願望を何かに書いたのを後で見ただけかもしれませんが、なんかこんなこと言いました。いや、これは覚えてないですね。覚えてない。まあ見せるとしたら、多分ふくらはぎを見せたと思う。ああ、よかった。そっちの方が意外と来てたな。だけど、そうやったことない。だった高校の時ですよね。高校の時。いや、全然。なんかこれから。ちょっと幻。え、でも、あの太ももじゃなくてもふくらはぎは見せたっていうのはすごいじゃないですか。見せたの？見せたの？だってズボン履いてたらね、太もも見せづらいっていうか。まあ、そうそう。太もものことはいいじゃないですか。なんか俺はこれで食っていくよって、例えばなんかこう。全然ないな、これはないです、ね。あー、ないって。嘘でした。嘘でした。大変申し訳ございませんでした。進路もはっきり言って、全然何をしていいか分からなかったんですよね。高校の3年生になるときに、大学じゃどうしようと、まあみんな進学するので。進路相談もされますよね。知ったんですけど、まずどこの大学っていうよりかは、自分が将来何の仕事をするかっていうのがイメージが全然分からなくて。だから医学部とか、例えば教育学部とか、なんか職業が法学部とかは、職業が結構限定されるじゃないですか。そういう人がだからすごいなと思ってて、同級生で俺は医学部行くとか、まあ親父が、ね、医者だとかもあるんですけど、僕は全然イメージがつかなくて、どうしようと思って、それこそ本当に経済学部と商学部の違いって何なんだろうみたいな、今でも分かんねえな。だから選べない状態だったんですよね、実際。だからなんかどうしようかなって思ってますね。って思っちゃってました。逆に言えば、その高校の頃もまだそのプロで食べのサッカー選手で食べていくっていうイメージはなかった。イメージっていうか、まあ、自分が思ってたとしても絶対無理だと思いますし、まあ、現実味は あっては思ってなかった。そのさっきのお話だと、その、まあ、サッカーそんなに強くないというか、はい、それなんで、まあ、やっぱりなおさらこうはなかなかならない。そうですよね、南君、まあ、無理ですよね、本当に。なる。じゃあこれはまあなことは言ってねえと。はい、なんか一方的に俺が悪者になって終了。はい、じゃあ、続きいきます。これは検証も何も検証。お、筑波大に一般入試で合格。これは、まあ、さっきの流れでいくと、まあ、ね、一応本当です、うん、推薦じゃないですもんね、スポーツの推薦はあるんですけど、5人ぐらいですね。で、全国大会ベスト4以上とか、各世代別日本代表じゃないと入れない。なるほど。あの入試資格がないみたいな。それで筑波大をあの、まあ、ちょっと高校の時なかなか厳しい状況だったとあの思うんですけども、それでも筑波大にニュルッと合格。あのずっと部活、まあ、楽しそうだなと思ってる学校に入ってるんで、はい、まあ、結構好き放題楽しんだんですよ。悪いことは全然してなかったんですけど、でもじゃあ
どういう自分が進路なんだと思った時に、うん、ちょっと気になったことが、小学校4年からサッカーやって、はい、ずっと例えば母親父親に送り迎えしてもらって、うん、お弁当作ってもらって、うん、道具買ってもらって、うん、遠征行ってお休みもなくてってずっとサッカーやってきて、はい、で7年か8年経ってるわけですよ、10歳から始めたんで、でも1回も全国大会行ったことないし、あ、はい、まあ、それ自分のチームが弱いからだし、1回もなんか北海道選抜とか全国選抜みたいな選ばれたことなかったし、なんかもう外とやるみたいな、はい、それも自分がまあ力がなかっただけなんですけど、うん、せめてこれだけ時間かけてきてるんだったら、うん、まあ、イタリアとかね、ブラジルとかイングランド行ったらもっとすごい人いるんだろうけど、せめて日本の中でいいからすごい人と1回やってみたいなと思ったんですよ。あ、でそう考えて、じゃあ日本はって考えたら、まあ、国立大学じゃちょっとうちの家系上無理だったので、もう筑波大学しかないっていうことで、うん、あ、全国とやれるあの強いサッカー部を持った国公立大学ってどこだ、はい、筑波入ろうっていう。そうです。あ、北海道にはないじゃないですか。そうですね、うん、で国士舘とか順天堂とか鹿屋とかありますけど、私立だし、なんかイメージあんま良くないしみたいな、当時なんですよ。当時もうね、今日オフレコとかできないのが辛い。で、うん、いいな、立ったんですけど、ずっとビリの方だったから、あの判定はもう全然ダメだったんですよ、模試とかやっても、うん、で部活が最後終わった夏ですよね、最後の選手権っていうやつの7月ぐらいまで僕一人でやってたんですけど、はい、そこから受験勉強本格的にスタートして、1日でも家帰ってね7時間ぐらいやってましたね。毎日結構地獄で、もうストレスがすごくて、もう毎日毎日帰って勉強して、やんなきゃいけないことがありすぎて、覚えることがありすぎて、だからそれ辛かったですね。なんかでもうイライラして、お菓子とか飴とか食べながら勉強毎日してて、イライラしちゃって、うん、はい、で本当にこれ受験終わった後、虫歯がね十何本できてて、あの半分をすごい、そのまた治療が辛かったんで、治療が。そうですね、サッカー選手歯が命ですわ本当に。でまあセンター試験がまずあるんで、大体8割5分ぐらい飛んだけダメなんですよ。8割5分、9割近くでいけんのみたいな。最後判定もギリギリのまま突入して、だからラッキーなことになるね、簡単な年だったんですよ、入試が、たまたまセンターが、だからできる人にとってはちょっとアンラッキーで、僕らにとってはラッキーだったんですけど。なるほどなるほど。で、あの受験されたことある方いらっしゃいますよね。それでセンター試験、うん、そのやるときって僕知らなかったんですけど、札幌駅の近くの予備校とかでやるんですよね。ああ、はい、あと学校とか大学とかで、で僕知らなくて、で下見っていうのに行くんですよ、前の日自分がどこの予備校のこういうね、席の何番でとか確認して、自分の受験票を持って確認して、じゃあ明日ここでやるからっていうので、で次の日また本番に向かう、下見しますね。で僕その下見を一人で行ったんですよ。で、あ、ここだなと、これ見て、あ、そうだなと、で次の日行ったんですよね。そしたらどのくらい40分とか1時間弱前ぐらいに着いて、で一人で座ってたんですよね。でいろんな人がこうやって埋まってくじゃないですか、席が。そしたらなんか知ってる人あんまりいないなと思ったんですよね、周りに。はい、あ、でもこれ同じ学校の人とか友達とか近いと、カンニングとか、ね、不正がね、あるから、そういうもんなんじゃないかなと思ってずっと座ってて、残りになんか15分前ぐらいになったら、なんか肩叩かれたんですよ、はい、すいませんって言われて、パッと見たら女の子がいて、どうしたんかなって、すいません、そこ私の席なんですよ、おう、あ、ごめんね、僕のここなんですよねって受験票持ってこれ番号ここですよねって、すいませんって言われて、上の予備校名が違うんですけど、建物自体がだから間違ったところに下に行っちゃってて、番号は同じなんですよ、ただ、はい、なんか札読みなのか予ゼミなのかみたいな違うとこで、して残り15分じゃないですか、どこなんですかね、試験官のとこ行って、もうその日超吹雪いてたんですよ。吹雪いててやばいかもと思って、で 100m ぐらい離れたとこだったんですよ。あ、でもそのぐらい、うん、よかった。でも外を猛ダッシュで行ったわけですよね。でも吹雪ですよ、すごい。でもう5分じゃないか、10分前ぐらいに着いて、でこうやってドア、大きいドアをバッて開けたら、まあ、びっちりで、もう全員自分と同じ学校の生徒だったんで、してみんなが待ってて、まあ、何やってんのって言って、間違えたわ。で今までのなんかもうドキドキして、汗もすごいし、して自分が席座って雪とか落として、そしたら英語始まりますみたいな、つらい、これもう絶対終わったじゃんって思って。
ていうのだから僕も絶対終わったと思ったんですよ。それがしたら、まあ、たまたまラッキーなことに簡単だったから、すごい。で、まあ、二次試験もあったんですよ、つけ替えて。で、二次試験は小論と実技があって、僕体育専門学院っていうところなんですけど、そうなんですね。まあ、センターでも同じく取んなきゃいけないんですけど、まあ、二次は勉強っていうのがなくて、実技メインで自分のまず得意種目1種目だから僕サッカーで、それ以外に2種目を選ぶんですよ。で僕は野球と陸上を選んだんですよ。でも冬だから練習できなくて、そうですね、北海道厳しいなそれ、で親父が野球の社会人の選手やってたから野球はまあ親しんでたんですよ、だしまあジャンプ力もあったからとりあえず陸上の幅跳びだと思って、でまあ軽くマットとかで練習するらしいね、ぐらいしかできなかったんですけど、でサッカーは一通りやって、で終わった後次何でしょう、陸上かな、幅跳びやって、で何メートルとか飛んで、で最後野球だったんですよね。そしたらトスバッティングと、あとこうベースランニング、とあと最後遠投だったんですよ。そんなのやる。でそれを実業やって、はい、それで合格したと。合格普通に合格したのがすごいな。遠投が僕すごくて、ソフトボールで90そう、90メートルぐらい、100メートルぐらいです。ソフトボールソフトボールですよね、はい、すごい。その時の試験で、で大学生が守っているんですよ、だいたい80メートルラインぐらいで、で、だいたい投げて、だいたい70何メートル飛んだ人もほっていてて、で、あれ大丈夫なのかなと思ってて、そんなところで大丈夫かと、で、投げたら全員かぶって、その球を拾いに行ってたんですね。そしたら次の日から野球部とアメフト部とハンドボール部の誘いがすごくて、いや、僕サッカーを一応やりに来たんですけどね。そこでフラッとそっち行ってたら今ここにいないんですね。そうかもしれない。でも本当にハンドボールの先生しつこくて、大学のハンドボール その授業の先生がなんかその時大学のユニバーシアードの監督だったんですよ。そうださって言われて、授業終わった後8月にさ合宿あんだよねって言われて、あんだよね、もう大学入ってサッカー部やってるんですよ。もうやってるんですか。やってるのにちょっと来ないって言われましたけど、一回ね、学内引き抜きとかあるのかすごい、だから肩田は良かったね、ジャンプ力と。すごいですね、この話の展開的に、昨日ちょっとあのお茶飲みながらどういう話にしようかとか、一応あらあらと言ってきたんですけど、絶対なんか入試で苦労したわっていう話になるかと思ったら、まさかのソダシフトを敷いてなかった先輩たちが被ったっていう、あの新たな伝説感がすごい。入試は苦労しましたよ、だから。すごい辛かったですね。もうその後がすごい、二次試験がすごすぎてちょっとびっくりしましたね。いやこれはまあ、合格も本当だし、あとその中にもっとすごいことがあったっていうことですね。いや、新たな伝説みたいな感じだったけど、引き抜かれましたと、はい、すごい。はい、じゃあ次行きますね。すごいな。はい。この終わりだ。はい、検証。ソダユーシー。関東大学リーグでベストイレブン。ああ、なったことあります。本当です。すげえ。信じられないかもしれないけど。ではあのもう僕ら今の育ちさん知ってるから、まあどのぐらい取るかな、それぐらいはみたいになるけど、でも今まだ話聞いてきてね、小中と、まあ、札幌選抜ちょっと出たぐらいって言ってる人がいきなり、そこですよ、いきなり筑波で、しかもだって筑波ってサッカーと本当全国のすごいのがいっぱい来る大学じゃないですか、そこの中で出てベストイレブン、出てさらに関東のいっぱいの中でビビりましたよ、でも選ばれたんかい、選ばれたその時は。あ、でもこれは3年生の時なんですけど、1年で最初入った時にあれだけ苦労して受験して入ってみたら、入学式を僕なんか寝坊して遅刻しちゃってで、なんかその出れなかったんですよね。なさで遅刻じゃないんですか。出れなくてオリエンテーションみたいなのをしたりして、で部活の集まりだったんですよね。下行ったら180人ぐらい部員がいたんですよ。 180? で1軍から7軍まであって、7軍、まあ、それで1軍は全員世代別代表、全員、はい、22、3人で、2軍はそういうの代表候補、あと各都道府県選抜国体選手で、3軍で国体選手国体候補みたいな、で4軍でも市町村選抜いるみたいな、あもうそこぐらいってことですよね、はい、要はこれでもなんか絶対最高で3軍じゃんと思ったんですよあれだけなんか自分の実力試したいみたいなね、上手い人とやりたいって言ってきたけど、ネットで調べればよかったなと思って、つくばサッカー部 .com でね、そう、どんな状況なんかみたいな、全然分からなかったんですよね、でビビって、
でも入っちゃったんで、どうしよっかなと思って、みんながすごく見えるんですよね、またね。僕なんか北海道から行って何にもないようなもんで行ってるから。で、最初2ヶ月間だけ1年生トレーニングがあるんですよ。45人ぐらい入ったんですけど、はい、で推薦のやつも5人いて、そいつらもうトップチームに入るって決まってるんですよ。僕同期人だの吉川京介とかっていたんですけど、彼はもうあの日本代表入ってるし、さらにその年の選手権で優勝して入ってきてると、でレッツユース、ベルディユース、静岡、清水東山とか、そういうすごいやつばっかり来て、で2ヶ月ずっとトレーニングしてて、1年でフィジカルとかコーチがついたりしてて、2ヶ月後にそのセレクションのどのチームに入るかって試合があるんですよ。あのこう何軍分けみたいな。そうそう、1から7みたいな。で、最初のそのやつ終わったら、いきなり僕1軍っていう風に呼ばれたんです。これびっくりして、家庭をはしょりすぎて何のことか全然分かんないって。すごいな。そしたら、あのその時、菊原志郎さんっていうあのベルディの元、まあ、選手、まあ天才と言われて、僕はまあ知らないんですけど、はい、その弟さんもレッツでちょっとプレーして、辞めた後筑波の大学に入ってコーチやってたんですよ、うん、でレッツの元選手 で、うん、でその人がやっぱり身体能力が高いから、うん、あいつ面白いんじゃないっていうので入れてくれたらしいんですよね。でも他にそんな一般からは僕ともう一人いたんですよ、うん、でも結構異例 で、うん、でいきなりだから一軍からスタートしたんですよね。すごい。だけど全然最初ついていけなくて、入ったのはすごいびっくりして、多分北海道にいる人からするとそんなことありえんみたいな、筑波で北海道出身の人でレギュラーを取って活躍した人っていうのは僕の前だと、おそらく50数歳の方、北海道ですごく活躍された、今サッカーに貢献された方なんですけど、その方以来確かいないはずなんで、それぐらい珍しいことだったんですけど、でもついていけなくて、僕は技術はそんなに高くないから、練習に、はい、でスキルも全然ないですよ。パワーとかキックとか、そういう身体能力とかはあるんですけど、まあ、超下手ではないですけど、でも全然その彼らのレベルについていかなくて、うん、でいつもボール回しとかやっても自分はすぐミスして中入ったら出れないみたいな、うん、あ取り囲できないやつ、であいつ、まあ、どうせ身体能力だけだからみたいな、なんかそういう感じだったから、で静岡とか、あの腹立つんですよ、あのなんか腹立つユース出身のベルディユースとかいるわけですよ、強勝なんとかとか、そいつらはもう仲いいわけじゃないですか、あなんかもう、やって知ってるもう世界大会行ったとかなんとかとか、はい、そういうので、でも僕すごい肩に狭くてではでもトップにチームにいて、でも試合にはちょこちょこ使ってもらったんですよ、でチームがあの負けそうな時のパワープレイ要員で、お前とりあえず競ってこいみたいな、なんか聞いたことあるやつやったそれ要因で最後の10分とか5分とか、でも1年で出るっていうのはすごいことだったから、そうですよね、でも嬉しかったんですけど、それが、まあ、当時僕ずっと中盤のボランチだったんですよ、ボランチ、はい、なんかあの、ね、当初ミッドフィールダー、そうですよ、小中高大と、でそんな感じで、まあ、ただ4年生が抜ける、自分が2年になる時にはその主力のユース代表だった大学選抜の先輩が抜けるから、ボランチもチャンスあるんじゃないかなと思ってたら、2年の時に監督にお前体もやっぱり指導力ねあるからフォワードやれって言われたんですよ、いや俺やったことないなと思って、ダニルソンからフェボに進化したんですねでも大学の監督が言うから、なんか従わなきゃしょうがないって言ったんですけど、うんと思いながらフォワードになったんですけど、1年間まるでベンチにも入れなくなっちゃった、あれあそう、1年生の時はちょこちょこ出てたんですけど、それでどうしよっかなと思って、もともと自分の、まあ、上手い人とやって自分のチェックをしたいと思ってきたから、まあ、それで、まあ、自分がどんなもんかって分かったら、その後、まあ、自分の将来の仕事のことをね、大学の時に探せたりしたらいいかなと思ってたから、サッカーチェックはこの辺でいいんじゃないかなと思ったんです。サッカーチェック新しい単語出ただって人生がどうなるか分からないんで、はい、で退部届を書いて、書いちゃったんですか、はい、で留学の手続きして留学、はい、海外に行きたいと思ったから、それで監督のところに出しに行ったんですよ、そして監督も最初止めてくれたんですけど、まあでもお前がそこまで言うならみたいな、でも本当にこれはもうやめる流れですよ、はい、本当に大丈夫いいのかみたいなって、で僕もやめますみたいな、結構泣きながらマジで、あ泣きながらマジで、はい、やめますして、その時に次の年からコーチに来るっていう人がパッと来たんですよ、パッと、はい、でそのあってもう一回ちょっと一緒にやんないかとかって言われたんですよ、でももう監督にも渡してるし、いや僕やめますって、
や、でもさ、俺ともう1年でいいから一緒にやってくんないって言われて。泣きの1年。いや僕だから辞めますって言って、うん、いやでもさって言って、でもしつこいなと思って全然聞かないですよね話でもすごいしつこかったから、じゃあ1年だけじゃあちょっとやりますって言って、一応退部届なしにして、でその春のキャンプがスタートしたんですよね。3年のほとんどなる手なるですね。そしたらそのコーチがその後水戸行ったり京都行ったりして、で4年、4、5年前までレッツのトップのコーチやってて、で今レッツのアンダー18の監督やってるんですけども、で彼からある程度いい指導、シンプルな指導ですね。フォワードとして何も知らなかったので、動き出しのこととか、ちょっとしたポストプレーっていうのはどういう意味があるのかとか、でもできないこともたくさんあったんですよ。でもそしたら春の大会からいきなりレギュラーになったんですよ自分が。あららら、あらら。でフォワードとして筑波大学のレギュラーになることになって大会に出て、で大体の大会で優勝したんですよ。らでその関東大学リーグっていうのが、まあ、一応メインの一つで、その後、インカレっていうのがあるんですけど、それで僕たちが優勝した時に、これに選ばれてる。天気ですね、その方に出会えたっていう。そうですね、涙の退部届からのでもさの一言が、でもさ、そうですね、一回多く言ってくれなかったらやめてね、どっか本当に海外行ってたかもしれないですね。ずっとデモさ、デモさ何の進展もない。でもすごいいい人で、そういう人にね、タイミングよく出会えたので、僕はすごいラッキーだなと今思うとですけどね、はい。ベストイレブンはもう取ったし、そこに至る過程も結構すごかったということですね。はい、まあ、本当に雑草以外ないっていうか、なんか本当に、はい、ただやっぱ生命力がすごいですよねものすごい息の太さで、じゃあ次いきますね、はい、石栗さん、あ、グリさんはフィジカルコーチで、僕がコンサドーレでもトレーナーしてくれてたんですけど、まあ大学院のトレーナーをやってて、大月さんって言ってたですね。天野さんってコーチも今レッツのトップのコーチやってます。調べてくれました、ありがとうございますあのどんどんそれで絡んでくれていいですからね、はい、じゃあ今ちょっと出ちゃったけど、検証、ソダユシ実質をクラブにする、ご存知な方いますか。今キョトンとしたでしょ。あのえマジで俺なんかあの何から得た情報かというと、あのソダさんがあの2005年から6年ぐらいにかけて連載していた北海道ファッションウェブっていうサイトにあるソダユシの文化向上委員会というあの全20回のシリーズがあるんですけども、それの第13青春、第14青春2にの記述によるものなんで、まあ、自分でおっしゃってることまで多分本当なんですけど。そうですね、あのタイガータガーっていうマンションに住んでまして、タイガータガーそこの一室ですね。ほんでもともと大学の友達ももちろん部活の友達とかいたんですけど、あんまりつるまなかったです。僕体育会系のノリとかが結構苦手で、あ、部の人とかとはそんなに、先輩とかはね、あのコンパとか、あの新刊コンパとか飲み会とかは誘われてももちろん行くんですけど、なんかあの変な上下関係とか荒い感じがちょっと苦手で、ずっとそういうのを経験してないわけですよ。中も高もサッカー強豪校じゃないから。はい、であの地元が同じで慶応に行った友達がいたんですよ、それでそいつと大学に行ってから東京で遊んでたんですよね。たまに試合の、はい、終わった後休みで東京に残って、その友達の家に泊まって、まあ、お金ないんですけど、まあ、ブラブラしたりしてたんですよ、でクラブいろいろ行ってたんですよ、で音楽が好きだったから、でその時に筑波ってやっぱり今までこそなんか栄えてるらしいんですけど、電車が通って通りましたね。昔は本当に大学生しかいないみたいな感じで、陸のこととか言われて全然面白くないなと思って、で東京でいい音ミュージックがね、あるからそれを持ってきたいねって言ったんですよ発想がで親に嘘をついて、ちょっとスーツをね、あの大学でスーツ必要だから、でもカードで買った方がいいと思うんだよねって言ってカードを作ったんですよそれで当時出たばっかのパイオニアの CDJ っていうのを買って、はいはい、CD の、はい、で、まあ、僕はなぜかそいつは全然出さなかったんですけど、まあ、僕は出してあの家にそれを置いたわけです。はいはい、すげえ。で、高かったですよね、それ。多分15、6万とかしたと思うんですよ。で、まあ自分の趣味としてクラブ行ったりとか、あと、なんか服を買って、売って、また買って、売ってて、だんだんマイナスしかならないんですけど、リボ払いがいつまで続くんだろう、続くんだろうかみたいな。ほんで、そう。で、休みの日は友達の日、家で2、3時間寝て、で、その
好きだったからそのギャラリー回りとか美術の見て回ったりして、で夜クラブ行ったとか、でそういう風にしたんですよ。すごい。でなんか現場の人ってアートとかファッションとか音楽っていうとかっこいいっていうイメージあるんですけど、はい、現場でがっちりやってる人ってすごい地道なんですよね、うん、地道、はい、まあ、サッカー選手だって地道じゃないですか。だって誰にも見られない、ね、見てないところでいかに走って何万回もボール蹴って、うん、じゃないと、ね、こうやって見に来てくださる方々にあいつ良くなったねって思われないから、うん、全く同じだと思うんですけど、で僕はもうそういうなんか派手そうだけど、はい、実際すごい地道な人が好き で、うん、でそういう人はちょっとなんか遊んでたんですよ、うんうんうん、だからクラブ着く前に面白いのないから家で作るかって言って、で CD ラック買って間接照明とかして酒とか用意して、すげえ、でフライヤー作って、フライヤーで、あの周り の、 あのマンションポスティングしてだけど部屋がね狭いから間接照明、確か10畳あったかないかみたいな部屋だったと思うんですよ、はい、だからまあ6、7人で十分なわけですよ。そうですね、うん、人数としては、まあ、10人も入ったら大変になっちゃって、そしたら10人以下っていう目標なのに散々やったんですよ、で選曲も完璧にしてると、こっちあもうこうやってつなぐぞみたいな。僕は個人的にソウルが好きだったからソウル中心にして、誰も来ないわけですよおっと夜だから待つじゃないですか、まあ、7時とか早いから来ないと、まあ、10時ぐらいから散々だってポスティングしてますね、こっちは来ない、10時経っても来ない、来ない11時経っても、そいつはだってわざわざ東京からねバス乗って来てるわけですよ。そう、その友達は東京ですもんね。そうです、東京に住んでる、来てる、来ない、来ない、で10時、11時、12時と、あれなんでだろうなってして12時と、はい、1時、2時になると、当時ね、カウンターン TV っていうやつの後に CD グループっていうのクラブミュージックの番組があるんですよ。ありました。で、結局それ見てそいつが今日来なかったねみたいな閉めちゃった。もうテレビ見ちゃってるしね。して次の日の朝一のバスで帰るわけですよ。ああ、その友達が、はい、それがね、2、3週続いたんですよ。2、3週1回目で、うん、そしたら途中で気づいてちょっと客観的に見ようと、はい、大事ですね。あ、まあまあまあ、いや、お客さんが来てそれで選曲が悪いとかってなったらしょうがないけど、そこの前の段階だから、でちょっと音量上げて、でちょっと俺外出てくるわって、はい、そしたらじゃあ俺も行くって2人で外に出て、マンションの下ね、はい、階段の僕2階だったんですけど、で 2階から1階に降りて、そこからちょっとシミュレーションしてみたの、はい、自分が客として初見のして2階に上がったらちょっと音が漏れてきて、はい、ずっとこれ結構いい感じだなって言って、いい感じだ、はい、行って、でドア開けたんですよ、ガチャッと、そしたらちょっと暗いし、で音がバンバン鳴ってて、これ全然問題なくねみたいななんで来ないんだみたいな。自分でやったんだから、そうだよこれ、ま、すごい不思議だったその当時はね、なんでだと思って、やっぱりつくばはこれカルチャーに敏感なやつがあんまりいねえんじゃないかちょっと理解されなかった、うん、でしょうがないと思ってこんなこと続けてもしょうがないから、でサッカー部の友達とかあと後輩とか、はい、やっぱちょっとそういう遊びってたら変ですけど興味持ってるやつ見たんですよ、はい、僕は身内はね最後でいいと思ってるわけですよ。あ、身内がいるのは最後でいいと思う、そう、なんかすごい集まっていい感じだから、はい、ソワさん行っていいですか的な、あ、それぐらいがちょうどいい、うん、だけどまあしょうがないからってちょっとイベントやるから来ないって言って、はい、でいいよ、なんか、あ、誘ってもいいからって言ってしたら、初めて次の週にお客さんが来たわけです。やった誘った後輩が6、7人で、それ十分なわけですよ。完璧、お酒もね、もう1ヶ月も寝かしてるわけじゃないですかビールもね、リキュールも全部ある、おーすごい、で、カクテルもつけるようにして、で、音楽かけて、でもみんなたむろして普通になんか楽しそうに話してたりね、するわけですよ。ああ、よかったなと思って、よかっただからサッカー部のなんかバカなやつが本当腹立ったんですけど、酔っ払うじゃないですか、まあ、したら、パフィーとかかけねえのとかってやつソウル、ソウルですよ、ソウル目指してる。いや、当時ドラゴンアッシュとかが出てきたばっかりだった、だからドラゴンアッシュはもちろんしょうがなくかけたと思うんです。まあそこはハードル下げたんですよ。ハードル下げて、いや、それで突っ張っててもしょうがないんで、うん、だけど、まあしょうがない
かと言って、でも俺はそこはかけないよって、うん、だからこれなんだと思って、いきなりパチって電気つけるやつとかいてせっかく暗くして間接照明してんのにね、これなんだと、なんだじゃねえよって、パチッ、はい、スイッチで、で、じゃあ消して消してって消して消してまあいっかと思って、まあお客さんいるだけでも雰囲気はいいから電気が消えてたらね、で、まあ普通にベッドやってた、したら、あ、これなんだとかって言うと、まだ声が聞こえて、ちょっと、ちょっと見てきてって言ったら、飲まれてるよって言って、どうしたのって言ったら、冷蔵庫での酒勝手に飲まれてるよってで、まあその夜は終わったわけですよ、で、お客さん帰って、で、まあ、まあまた2時にね、そのカウンタTV の後の CD グルーヴを見ながら反省会をしたんですよ。反省会で結局自分たちは、特に僕なんか借金してね、 CDG を買ってラックを用意して CD も用意して雰囲気作って、結局酒おごっただけじゃんみたいな何やってたんだみたいな、勝手に飲まれるのはきついね。でそういうことをやってたんですよ。でもそれが地道にね続けていくと、お客さん来るようになって、それで寮のね共用棟というか寮の大きいスペースでやるようになって、はい、うん、最後はね、まあそんなんじゃないですよ、5、60人ぐらい来るっていう、おーすごい。で最後は彼にね、バス代とお小遣いちょっと、うん、出せる、まあ、出せる、すごいすごい売り上げた、まあ、あのほんとちょっとですよ、何千円とかなんですけど、すごい、すごい、こういうふうに成長した、まあイベントっていうか、うん、なんか趣、なんだろう、趣味なんですかね、やってました。筑波に文化のくさびを打ち込んだんですね。そうですね。まあ定着はしなかったんじゃないですかね。すごい。すごい。パフィーかけろとか、酒はタダで飲まれるわ、スイッチのことこれなんだと言ってみたりだとか、そんな苦難を得て、ついに。すごい。正直、最後は知らなかったんですけど。マジっすか。あの僕ら事前情報はね、事前情報は家でやってちょっと突っこけた結果になって、ほろ苦い思い出だったねかと思ったら、成功してるんですよ。売り上げちゃったよ。すごい。僕らの用意の上に来るもん。今のところ全部そうだもん。粘ったんですよ、粘った。粘った、すごい。すごい。いやー、本当どころかもっとすごかった。まとめるだけこれしか言ってない気がする。じゃあ次言います。はい。検証。はい。検証、そうです。Gクラブからオファー殺到？殺到したんですか？まあ、何チームかからは誘いもらいましたけど、それこそ3年生の関東リーグで優勝して、ベストイレブン選ばれて、で、今度、関東選抜ってやつ選ばれたんですよ。あ、はいはい、さらに。で、例えば北海道、北海道東北選抜とか、で関東選抜、うん、おぉ、でかい。なんだろう、ちょっと。関西選抜、はい、中部とか中国選抜とか、四国、あの四国選抜とか、はい、でその大会があるんですよ、デンソーカップっていう、各地域選抜同士の、はい、でそれに自分が関東の A っていうチームの AB って関東だけ2つ、あ、関東 A、 関東 A で、はい、で選ばれていったんです、その時に、近辺ですか、その後か、その後日本代表に選ばれたんですよ、ユニバーシアード日本代表みたいな、はい、俺がなるんかいと思って超びっくりしたんです、俺がなるんかい、いや本当に、で周りの選手がいい選手ばっかりだったんです、僕の上と下と僕の年代は本当に J リーグの選手がたくさん出たので、はい、僕の代だけでも8人、上が4人下が4人ぐらいですかね、すごい有名どころだと今レッズも大活躍してますから、平川ってサイドの選手が1個下で、 F 等とかジェフで活躍して羽生がトップ下で、おで F 等で活躍してた戸田さんっていうフォワードの選手がいるんですよ、だ戸田、はいはいはい、戸田相談のトップでトップ下羽生で、右サイド、平川で、左サイドが鹿島から山形とかでた石川達也ってやつがいるんですよ、負ける気しねえわで中盤ボランチがちょっと今やめちゃっていないやつと、あとずっと水戸とか大宮で活躍した富田っていうやつ、あ、はいはいはい、サイドバックとか活躍した、彼はダブルボランチで、センターバックが神戸行った先輩と吉川京介と千代丹田ってやつで、はい、なんかこれ完全に三浦俊也的ですよねだから強かったんですよ、本当に絶対強い、キーパーもね、あのプロ行ったやつだし、はあ、でそういう先発がほとんど筑波みたいになったんですよね、で自分が大会出てそこそこで日本代表選ばれてびっくりして、でその後のなんかのインカレかなんかの大会なんかの時にですね、試合終わった後、まあ大体僕たちの公式戦はプロのスカウトが大体来るんですよ、まあ見にチェックして、それである時トントンと肩を叩かれて、あ、どうもこっちよって、あの浦和レッズの強化部なんですけど、うちに来てくれませんかって名刺を渡って、あれと思って、
あれとあれトントンってやられて入って違う方と違う方あの川崎フロンターレと思うんですけどうちに来てでトントンとされてまたセレッソ大阪の思うんですけどうちに来てで最後にトントンとコンサドーレ札幌ですけど地元に戻ってきてくれませんかっていうあこれあの1日の話じゃないんですけど別々の日なんですけどそうやってあサッカーってこういう風に誘いが来るんだと思ってやけにカジュアルだなと思ってこられて